ゲームマスターはテーブルトーク RPG 等のゲームを受けるゲームの進行を取り仕切る人物のこと。また、オンラインゲームにおいてはゲームにもよるが管理者としての権限を持つ者や直接にプレイヤーに対応するサポート担当者などを指す言葉として用いられる。カードゲームやカジノゲームでの類似の役割は通常はディーラーや親と呼ぶ。将棋や囲碁のように プレイヤー自身がゲームの進行を行うため、専任のゲームマスターを置かないゲームもある。コンピュータゲームの場合は、ゲームマスターの作業は、プログラム内部に組み込まれている。スポーツでは同様の役割を審判員と呼び、公式の試合では、選手とは別のものが行うが、プライベートな試合などは、選手自身が行う場合がある。テーブルトーク RPG におけるゲームマスターは、 参加者の一人でありながら、ゲームの進行を取り仕切るという映画の総監督及び、審判のような役回りになる。一般的に、ゲームマスターは、ゲームの筋道を用意し、プレイヤーをまとめつつ、ルールを運用し、ゲームを展開する。ゲームの筋道の用意とは、当日のゲームプレイにおいて、プレイヤーキャラクターが体験する、物語、舞台、 遭遇などを包括的にまとめた資料を準備することである。シナリオは市販されているものを使うこともできるが、ゲームマスターによる自作も可能である。むしろ、シナリオを自由に自作できることが、テーブルトーク RPG の特徴であるとも言える。同じゲームの参加者であるプレイヤーと比較すると、事前の準備、ゲームの進行、各プレイヤーへの配慮等、その労力は大きい。 このような問題を緩和する試みとして、ゲームマスターにはその労力に見合った報酬が与えられるというシステムも日本には存在する。また、ゲームマスターの進行手法は、上のように事故の裁量で行うところが多いため、個人差が大きい。ほとんどのセッションでは、ゲームマスターは1名である。しかし、プレイヤーの人数が多すぎる、シナリオの相談をしたい、マスタリングのサポートが欲しい。 演出を強化したい NPC がいるなどの理由で2名以上のゲームマスターを置く場合もある。この場合、ゲームの進行を取り仕切るゲームマスターをメインマスターと呼ぶ。メインマスターは1名だけで運用することが多い。その他のゲームマスターはサブマスターと呼ばれメインマスターのサポートを行う。メインマスターと共に NPC を演出したり戦闘時に 敵キャラクターを運用するほか、PC が複数の場面に分かれた時には別場面を同時に進行する役目を負うこともある。また相談しながらシナリオを作成することもある。ゲーム管理者という意味でのゲームマスターという用語の起源はプレイバイメールにある。ボードゲームやーシミュレーションゲームをプレイバイメール形式で行うとき、ルールの複雑さから、 通信チェスのように対戦プレイヤー間の郵便のやり取りだけでゲームを進めていくのは難解なことがしばしばあった。特に3人以上で対戦を行うマルチゲームではその傾向は顕著であった。そのためゲームの管理人、ゲームマスターを準備し、各プレイヤーはそのゲームマスター役の人物に手紙を送り、 ゲームマスターは送られてきた手紙をゲームルールに照らし合わせて処理し、その結果何が起こったかを各プレイヤーに返信するという仕事を行っていた。そのことからテーブルトーク RPG でも各プレイヤーの行動を聞き取り、ルール通りに処理する進行役をゲームマスターと呼称するようになったのである。なおテーブルトーク RPG で ゲームマスターの言葉を初めて使用したのは1975年に発売されたトンネルズトロールズである。世界初のテーブルトーク RPG であるダンジョンズドラゴンズはその当初から現在までゲームマスターのことをダンジョンマスターと呼称している。ゲームマスターではなくそのテーブルトーク RPG が持つテーマや雰囲気をプレイヤーに感じさせようとの独自の呼称を使用している。 場合も多い。以下に例を示す。ゲームマスターの中には、事前に用意されたルールブックとシナリオの内容を、ゲーム中に無視したり改変したりして適用するものも、いる。ルールやシナリオを、どの程度遵守するかには、ゲームマスターのプレイスタイルによっても差があり、厳格に遵守する者も,もいれば、柔軟に改変を行う者も,もいる。 ゲームマスターによる意図的なルール虫の典型例としてはゲームマスターがモンスターの命中判定のために振ったダイスの出目が気に入らなかった時そのダイスの目を採用せず任意の数字を宣言するというものがあるルールやシナリオの無視や改変を行う動機については様々であるがプレイヤーを楽しませるため等が動機のこともあり悪意的な理由で改変が行われているとは限らない 例えば、ルールやシナリオをそのまま遵守すれば、プレイヤーキャラクターがなすすべもなく全滅する、可能性が高い時に、ルールやシナリオを改変することで、キャラクターの生存確率を高めようとする、ゲームマスターもいる。このような行為に対して、ゲームマスターのサービス精神と歓迎するプレイヤーも、いれば、アンフェアであるとして敬遠するプレイヤーもいる。この問題について、日本では、 近藤勲氏がドラゴンマガジン市場でアンケートを行い、ルールをどの程度守るかダイスの目を変えるかシナリオをどの程度守るかパーティが全滅しそうになったら、ダイス、シナリオ、ルールを変えるか等についての統計データが得られている。市販されているルールブックの中には、ゲームマスターが記述されているルールを無視、改変することを、 ゲームマスターが有する権利として肯定する旨を明記しているものもある。インターネットサイト上などで運営される、個人運営のごく小規模なオンラインゲームの場合は、ゲームの管理者とほぼ同義である。ゲームの運用を行い、不正ユーザーに対処し、ユーザーの要望に適切に対応し、さらに処理プログラムの開発やメンテナンス、あるいはゲームデザインそのものを行う場合もある。 テーブルトーク RPG におけるゲームマスターと異なり参加者の一人という位置づきになる場合は少ない。ただし管理者自身がそのままプレイヤーの一人としてゲームに参加することはある。商用のオンラインゲームにおけるゲームマスターは名称や個人運営のオンラインゲームでの印象からゲームの管理者と取られがちだが実際にはゲームの管理者ではなく主にゲームサーバーで GM コールシステムなどサポート業務に直接従事するスタッフのことを指す。一般的なゲームマスターの仕事内容は他業種でいうところのヘルプデスクに近いものであり、サポートする内容はゲーム内に関係する事柄に限定されているのが特徴である。場合によってはゲームマスター専用のコマンドを駆使してプレイヤーや NPC を意のままにすることができるゲームもあるためゲーム内では 絶対の存在に見られることが多いが、あくまでも一階のサポートスタッフに過ぎず、ゲーム全般の管理者ではない。そのため、ゲーム内容を一ゲームマスターの権限で変更するなどということはない。このような意味では、課金をしてプレイするプレイヤーからは隔絶された状況次第で、プレイヤーにとって、神にも悪魔にも石ころ以下にもなる、ある種独特の存在である。 さらにゲームに関連する事柄であっても、ハードウェアについてなどの第一義的には、ゲーム外になる質問に答えることは基本的にない。この場合は、テクニカルサポートなど別に配置されている専門スタッフがサポートの担当になる。しかし、実際の仕事内容は運営会社によってまちまちで、極論すればタイトルごとに異なると言っても過言ではない。 ゲームマスター専用のコマンドを駆使して、イニーイベントを実行、テクニカル、サポート相当のゲーム外の質問に答える、メールマガジンの制作、アップデート時のデバッグ作業、実際にキャラクターとしてゲームにログインしパトロールや公式イベントの誘導、海外製のゲームでは NPC などの会話の2次、3次翻訳や構成などのローカライズ、ゲーム公式ウェブサイトの更新、翻訳作業、 公式ウェブサイト掲示板のモデレーター、など非常に多岐に及ぶこともある。特に外国製のタイトルを小規模なベンチャー企業が日本国内で運営するパターンのオンラインゲームではゲームマスターが上記のようなサポートスタッフ以外の仕事を多数兼務する傾向が強い。また一部タイトルではプレイヤーへのサービスの一環として通常のプレイに参加し一般のプレイヤーのパーティーに混じって 共にプレイしながらチャットで意見、要望を聞いたりする場合もある。このようにタイトルによって仕事内容や権限が大幅に異なることがあるためか、大半のオンラインゲームの公式ウェブサイトにはゲームマスターのキャラクターの紹介とともにゲームマスターはどのような仕事をするかや GM コールの対応範囲、逆に対応しない内容などについて掲載されている。他方で 大半のタイトルでは非公表であるがゲームマスター職と一口に入ってもそれを務める担当者個々に与えられる権限と能力がランク分けされている状況が多くのオンラインゲームで見られる具体的にはゲームマスターとしての勤務期間や能力のほかに管理職や正社員などの正規雇用か派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用であるかなどによって分類されることになる この場合、正規雇用のゲームマスターにのみ、大きな責任を伴う強力な権限が与えられ、非正規雇用のゲームマスターには、責任の軽い事務処理的な雑務などの極めて限定された範囲の権限しか与えられないことも多い。また、ゲーム世界に、プレイヤーと同様のキャラクターや、特定のモンスターの姿で姿を表し、ゲームチャット機能で、プレイヤーと直接会話をして、 要望を聞いたり、プレイヤーに一時的に強化スキルを付与するなど、ゲームマスターが直接ゲーム世界に出向いてイベント的に活動、サービスを行うこともあるが、このような形でゲーム世界に姿を表す GM は、一万一のトラブル発生時などへの責任や権限の関係などもあって、大きな権限を持つ正社員や管理職の GM にほぼ限られている。また、 運営チームスタッフの一員として GM 職がゲーム専門のマスコミやニュースサイトガイドブック類の取材対象となってメディアに登場することが見られるがそのような場合にマスコミ対応を行う人物は同様の理由から基本的には管理職など発言に相応の責任を負う職位の人物である。だが GM コールを通じて直接プレイヤーと応対する ゲームマスター職については、他方ではプレイ中のユーザーの GM コールの問い合わせに、所定のテンプレートから一言一句もはみ出さない、文面で対応するだけで、その場で具体的に目に見える対処を行わないものも見られている。その結果、RMT や BOT など、ゲームで不正と規定されている行為の横行が、著しく、 通常のプレイに支障をきたすほどの状況になっている一部タイトルの中には本来ならばゲームを円滑に運営しプレイヤーを満足させるために存在しているはずのゲームマスターがプレイヤーの目には GM が不正プレイヤー対処の仕事をしていないと映りかえってゲーム運営会社の運営姿勢に対する不信感や疑念をより大きく煽る一因となってしまっている状況も見られる。また 最高レベル帯のプレイヤーによる組織的なプレイヤーキラーや PVP ギルド、血明の調料バっこなど規約違反ではないとしてもゲーム内の秩序、モラルが崩壊している状況のゲームでもゲームマスターに対しての不満などでは同種の傾向が見られることがある。商用のオンラインゲームにおけるゲームマスターの故障が誕生したのはエレクトロニックアーツ株式会社が運営する ウルティマオンラインがアルバイトの募集でゲームマスターと公式サイトに明記したことが初めてとされておりその後オンラインゲーム業界ではウルティマオンラインの例を真似たかどうかは不明だがこれ以降ゲームマスターという故障が定着することになるなおゲーム内のプレイヤー組織の名称としてギルドが存在するオンラインゲームでは GM はゲームマスターではなくギルドマスターもしくは ギルドメンバーの略称としても使われることが多い。またオンラインゲームによっては、グランドマスターという意味で使われている場合もあるので、注意が必要である。ありがとうございます。